じゃあ分かった。じゃあ次のね、悩みをね、読んでから歌おうじゃん。今年新しく移動で来た店長がやばくてバイトがだるいって話しますね。OK でーす。誰も聞いてない。ハチモが聞いてるよ。OK、次、次じゃないわ。次の段を読もう。店で商品見てるお客さんとかいたら接客に入るんですが、店長がお客さんが買う気がないと判断したら、店長が遠目から見てるインカムで、そのじじいもういい、綺麗とか言う人です。なるほどね。はい。それで加えて気分屋で機嫌が悪いと最悪です。挨拶をしても挨拶を返してくれないこともザラにあります。やっぱり気分のいいものではないです。他の店員さんは年やバイト関係なく冗談を言い合えるような最高な職場なんですけどね。ハーチャマから見てもやばいと思いませんか、ということでね。まあね、そういう人なんだろうなっていう前提が大事ね。それでハーチャマね、これ思うんだけどね、店で商品見てるお客さんとかがいて、それを買う気がないってね判断したら、もうその人もいい綺麗っていうのはね、まあこれもまた、まあこの店長なりのお店の経営の戦略なんじゃないかなって思う。で、まあ、こうちょっと口が悪いんだろうね。多分そこがね、ちょっとね、あれなんだ、ちょっと口が悪いってとこがちょっと難点なのかもしれない。ね。だからちょっと印象も、ああ、これちょっと悪いなーって思っちゃうかもしれないけど、この人もこの人なりの戦略があるんだよ。そう。だから、もう今度からね、その自信もういい綺麗って思ったら、心の中で、あ、ちょっと口悪いなーと思いながら、あ、なるほどね。もうそういう戦略なのねってね。その、お客さんを、まあ、切ることによって他のお客さんに目を向けられるようになるっていう。だから、まあ、どんどんね、こう、なんて言うんだろうね。なんか多分、その買う販売率が上がると思う。だからいいことだよ、これは。そして、気分屋で機嫌が悪いと最悪。よくいるね。うんうんうん。そうね。いや、そうなんだよね。挨拶しても返してくれないとか、挨拶しても真顔で返事とか、ちょっとなんか、自分まで気分悪くなっちゃう時ってね、多分あると思う。ハーチャマも、中学生時代に部活でね、もう挨拶が必需で、で、先輩に、おはようございますって言って、もう真剣に挨拶してスルーみたいなあったんだけど、まあ、どうなんだろうね。わざとやってんのか、それともわざとやっていないのかっていうのはあるけど、まあもう、それはね、もういいんだ、もう。挨拶なんて自己満足でしてるようなもんなんだから、挨拶したら絶対に返してもらえるっていう、そもそもの前提をもう、覆そう。だからもう、自己満足で挨拶しちゃえばいいんだもん。今度からね。だからもう、ニコニコの笑顔で、おはようございますって言って挨拶して、もう返してくれなかったら返してくれなかったら、あ、なるほどね。今日はこの先輩は、機嫌が悪いんだと。あ、じゃあちょっと、今日の一日は結構気使って対応しようみたいな。なんかむしろ挨拶によってその人の機嫌がわかるってすんごいわかりやすくて、すごい接しやすい人ですね、この人は。って思いました。だから、あんまりね、人に左右されて気分とか流されないようになるってすごい大事だと思う。ということで、頑張ってくださーい。頑張ってくださーい。こういう人ともね、付き合うことによって、自己コントロール力がね、上がってくると思うなー。人との接し方とかもね、すんごい上手くなると思う。だから今は修行の時なんだよ。まあね、その人がいる間にね、修行をするってことで頑張ってくださーい。はーい。あ、じゃ、そしたらハーチャも歌いまーす。